タにタッチ、合体のなんだなんだ、あーボムか、あーこれはすごい、これはすごい、あーこれはすごい、今の2人のパワーボム相当すごかったですけどね、あれよく返しましたよね、あれをジャパニーズオーシャンか、あサイクロン、サイクロン、あサイクロン、サイクロン決まりました、リードされた、でも結構よしよしよし、そんなすれ違ってなかったじゃないですか、持ってきた、そしてキック蹴り、怒ってますね、異常な蹴り、そしてそして通天か、うわーすごい、うわーすごい、投げ捨てた、投げっぱなしですね、うん、山田が出てきた、山田ならとかわしてラリアット、ラリアット、うまいですね、そしてまたペース変わっちゃったですね、危ないですよこれ、流れがまた 10MP、 そして合体のネックブレック、あれはすごい落ち方、とうとうまた山田トヨタ迎えますね、はい、この間 NK で負けてるんで、あのトヨタのシングルで、はい、今日は防衛戦のつもりじゃなく、いつも私たちは気持ちはチャレンジャーなんで、今日もガンガン行きたいと思います、はい、ガンガン行っていただきたいと思います、さあそしてダイナマイト関西選手、はい、今日はチャンピオンとしてどんな戦いを見せてくれますか。そうですね、チャンピオンはチャンピオンなんですが、やっぱりまず最初に対抗戦というものをあのトヨタ山田選手とね始まったんで、今回3度目なんですけども、やっぱり対抗戦以上に、関西尾崎はトヨタ山田とやったらこれだけできるんだぞという、やっぱりすごい試合を、今日国技館のお客さん皆さんに見せたいですね、なんかチャンピオンの貫禄かなという感じしますね、いやそんなことないです、でもベルトは守ります、はい、チャンピオンコーナーです、そして青コーナーです。トヨタ山田のタッグペアが帰ってまいりました。しかし今日は挑戦者ということなんですが、どうですか。大阪城で山田と戦って確かめ合えるものを感じたので、8ヶ月間の充電期間を一気に爆発させてベルトを奪回したいと思います。はい、また新たな気持ちで戦っていただきたいと思います。そして山田敏夫選手、今日はどうですか。去年の11月に初めて戦った時の緊張感を忘れないように今日はベルトを取りに行きたいと思います。はい、両選手ともベルトダッシュに燃えています。青コーナー挑戦者チーム、全日本女子プロレス150ターンのトヨタまず150パンの山田の栃木郎、あの内政大劇水体内政大劇チャンピオンチーム135パンの小田切183のダイナマイト関西、ぜひ行くやまで、
ました。